こんにちは、新州読書会の宮沢です。えー、縁の支配者の続きを解説,解説していきます。メルマガに登録していただきますと、メルマガ限定コンテンツがご覧になれます。よかったら登録してください。えー、あとですね、メンバーシップを募集しております。登録していただきますと、まあ、縁の支配者のアーカイブ数ご覧になれます。えー、よかったら、 ご登録いいただければと思います、えー、前回までお話ししてきたのは為替介入とか金利操作は意味がないという話でした円とドルの為替レートを決めてるのは FRB 連邦準備制度理事会と日銀の信用創造のバランスであるというお話をしました、えー、その続きです円ドルレートを決めるのは日銀と FRB だ図11-2は連邦準備制度理事会 FRB と 日本銀行の信用創造量の格差を計算し、為替レートの変化と照らし合わせたものである。ご覧になればわかるように、この指標は過去,40年過去20年の為替レートの変化をうまく説明しているということです。え信用創造量の格差の表がですね、為替レートの変化と、まあ、ほぼ重なるというデータがある。それが表で、えー、出ております。かなり重なっている。 そう、相関関係があるってことですね。えー、相関関係、かなり強い相関関係があるってことです。で、これはどういうことはこれはだから、さっき言ったように、信用創造、どのぐらいお札を吸ったか、FRB と日銀がどのぐらいお札を吸ってるか、通貨供給量どうしてるかで、為替レートが決まってるってことですね。だから、その為替介入、なんか、その、米国債を買ったりですね、なんかそういうことをしても、 あの、政策金利上げたり下げたりしても、アセレートとか関係ないって言ってるんですね。今もやってますけどね。えー、で、その理由は後で説明します。1990年以降は、円高ドル安だった。この頃 FRB がせっせとドルを創造してアメリカ経済を浮揚させていた。アメリカ経済っていうのは80年代。まあ、あの、まあ、インフレになったりして70年代から。ですごい政策金利上げて、 まあ今も5%まで上げてもうやめるみたいですけども、やめたところでアメリカ経済回復するのかどうかっていうのはかなり微妙みたいですけども、その頃は政策金利をなんだ20%ぐらいまで上げたのか、めちゃくちゃですよね。インフレ退治のために政策金利を上げたんですけども、1992年にはアメリカは景気回復しだしたんですね。ということです。 で、アメリカ90年代、ドルを大量に刷り始めたんですね。まあ、今まで刷れなかったんですよ。インフレになっちゃってたから。<laughs> で、えー、ドル、はあ、日本のバブルが始めた後に、信用創造しだしたと。で、日銀は逆を言ってバブルを破裂させた。円が減ってドルが増えたので、ドルは弱くなり、円が強くなった。まあ、あの、アメリカだけドルを増やすんで、ドル安になりますよね。日本は円を刷らなくなったんで、 通貨供給量が減るんで、流通している円が少なければ、円が高くなると。あのドルに比べてね。で、続きです。同じことは1995年初めにも起こった。1998年の異常な円安の時期にも、また1999年の円高の時期にも同じ仕組みが働いている。いずれも中央銀行の信用創造の相対的な量によって、カーレートを説明し予測することができた。さて、この辺で。 記録的な円高になった1995年3月4月の不思議な出来事に戻ろう。これは主として FRB の政策のせいだったのか、それとも日銀の政策の結果だったのか、ということです、えー。1995年に4月19日に1ドル79円75銭という前代未聞の円高になったんですね。この原因は何なのか。一つは FRB がいっぱいドルを吸ったせいなのか。もう一つは、 日銀がやった政策のせいなのか、どっちなのかってことですね。大蔵省に命じられた日銀の外為市場介入は、米ドルで100ドル億ドル単位に上ったことが分かっている。それなら日銀は大量の円を創造したはずではないか。犯人を探すために、指法を2つ分解してみなければならない。FRB の信用創造と日銀の信用創造である。 すると、1993年から96年まで FRB はほぼ一貫してドルの想像量を減らしている。これだけなら円は弱くなったはずだ。しがって1995年の円だが FRB の行動のせいではないことがわかるえ。92年に景気回復し始めて、93年から96年までドルの想像量をアメリカは減らしてんですね。ドルをすあんまりすらなくなったんですよ。えその、ということは、これは円安に 円はは弱くなるはずですよね。ドルがずっと増えていけば相対的に円が高くなるんですけども減らしてるんだから別に高くならないで従って1995年の円高は FRB の行動のせいではないことがわかる日銀の信用創造量を眺めると省円の脱つきなさい銃が見えてくる日本の中央銀行の純信用創造量は1994年の8月以降急激に減少したこの引き締め 基調はますますす激しくなり、95年3月ににピークに達する。なんで日本が1995年4月に仙台未聞の円高になったかというと、円を全然すらなくなったからですね。すごい勢いで信用縮小、信用縮小っていうか信用想像力を止めたんですね。でそのせいで円高になったと。 クライフ共同暮らしの必死の円安努力にもかかわらず、日銀は実際にはこの月、信用創造をマイナスにして信用破壊を起こした。えー、お金を経済から引き上げていたのだということです。えー、全くお札すらなくなった、95年ぐらいにで。信用破壊を起こしたと。流通してるお金がないから、経済は回らないということです。 で我々のカーセレートモデルが示している通り、こんな風に円想像量を急減させれば、円はドルに対して急騰するしかない。日銀の純信用創造量は政策変数で日銀が意のままに変えられるのだから、1995年9月4月19日に1ドル79円75銭という記録的な円高をもたらした直接の責任は日銀であることは明白だということですね。えー空前の 円高は日銀が信用創造を起こしたせいで終わったと。円安誘導をしようと思って、えー、ドルをすごい買ったんですけども、全然関係なかったということですねで。続きです。大蔵省はごまかされた。日銀はなぜそしらぬ顔でこんな政策を実行できたのか。またも事実認識の欠如のせいで大蔵省さえ騙されたのだ。 大蔵省国際金融局の官僚は自分たちが為替レートの政策をしっかりと握っていると信じていた。外為市場介入を決定するのは自分たちだからだ。だが実際に為替レートを動かしているのは中央銀行の純信用創造量だ。これは中央銀行の取引総額によって決定される。外為市場介入はその一部に過ぎない。大蔵省にドルを買えと命じられた日銀はその通りにする。大蔵省は日銀がドルや米国債に ご買うのに必要な円を印刷するだろうと考えていた。だが必ずしもそうではない。日銀は国債その他の債券を国内投資家に売り、まあ日銀は持ってる国債とか債券がある。それを国内投資家に売って、えー、その代金で買いため、介入、ドルを買ったんですね。で、で、通貨を印刷する代わりに国内経済から吸い上げた。国内経済に流通するお金で外国為替、 市場でドルを買ったんですね。そうすれば結局、日本の市場に回ってる円がなくなるわけじゃないですか。吸い上げられちゃうから。まあ、クラウディングアウトと一緒ですよ。為替介入してもクラウディングが、あの、財政出動すると民間の資金引き上げて、国が配分してしまうんで、民間需要が増えないのと一緒で、えー、外為介入すると、 国内の市場からお金引き上げてドルを買うんで、ま,また通貨の供給量が減るわけですね。えー、エコノミストはこういうオペレーションを腐退化と呼ぶ。腐退化政策のもとでは日銀の信用創造量が増えないから円も弱くならない。えー、1995年2月と3月、大倉省が日銀に200億ドル相当の米国債購入を命じたとき、日銀は過剰な負債化を行って命じられた 為替市場介入、外為、市場介入に必要な額以上の通貨を経済から吸い上げてしまった。1995年3月、信用破壊が起こり、円は記録的な高さになった。ということです。結局、まあ、ここで書いてあるのは、信用創造量が為替を決めるんであって、アメリカと日本の。で、なおかつ、不況の時に、日銀はわざと信用創造量を減らして、経済を破滅させたってことですね。破滅っていうか、 壊滅状態に陥らせた。なぜそんなことをやったのかってことですね。で続きです。日銀が作り出した三条日銀に景気を回復させようという気があったなら、1995年の第一四半期に対策を実行していなければならなかった。失業率は戦後最高に達し、人々は参上に会えていた。1996年をはじめ、 失業者数が500万人を超えた。これは例えばデンマーク一国の人口に相当,相当する。不況が引き金となった自殺も戦後最後にまで増加した。まあ1年間3万人近く自殺するということが起こっちゃったわけです。まあ就職氷河期が始まったわけですよ、えー。一方、銀行システムは相変わらず深刻なトラブルを抱えていた公的資金は当てにできそうもなかった。規模の小さい住宅金融専門会社の救済ですら厳しい世論の抵抗になった。 財政政策による刺激は通貨の創造に裏打ちされていなかったから無益に終わった。まあ、あの財政出動、なんか法教事業とかいっぱいあったんですけど、全然景気回復しないぞ。なぜなら通貨を創造してないから。信用創造してないからですね。で、その結果政府債務は記録的水準に達し、将来の世代が増税という負担を負わされることになった。まあ、結局消費税がどんどん増えていった。ね、この頃まだ3%、5%、今もう10%ですけども。 ま,まだ増やしていってんですね。まあ、借金まみれにしてるわけですね、国民をね。なんで日銀が信用創造しないのか。と問題がある、えー。一方、信用創造量が増加すれば必要がなかった低金利政策で、富は預金者から銀行へと移転した。こうして移転された購買力はの総額は100兆円を超えたとみられる。イギリスの年間国内総生産よりも大きな数字だということです。なぜ、まあ、?90 年代を通じて資産家から銀行に お金が移っちゃったんですね。まあ、低金利でお金貸してくれますんで、えー、お金持ちはお金預けておけば、どんどん預金が増えるっていうことはないわけですよ。で、実質銀行が、えー、富を持つようになったと。まあ、これね、実際どういうことが起こったかっていうと、この頃ね、だから中小企業って潰れそうになるから、銀行から天下りとか受けるわけですよ。 で、結局ね、バブル以降起こったことって、日本のつつ、ラウラの中小企業が銀行の所有物になったっていうか、不良債権を持ってる銀中小企業が、結局ほら、オーナーがおいで、まあ、見越 <coughs> しにあ <laughs> げられてっていうかね、現場から、まああの、会社自体はもう銀行の、融資を受けてる銀行の所有物になって、お飾りにされちゃうわけですね、創業者、オーナーとかって。 でそういうことがつつうらうらで起こるわけじゃないですか。一点目は日銀を中心としたその金融システムに全ての企業が組み込まれていくっていうことが起こっちゃうということですよ。で、購買力がみんなに銀行に移ってその支配体制が政治と一体化してるっていうことは今はもう起こってることですよね。 あの、本当に財務心理教とか言ってる人たちが日銀を批判しない、日銀がすべての、あの、なんだ、日本の <laughs> 市場を握ってるわけですよ。言ってみれば。まあ日銀だけじゃないですよ。今外資もありますけども。そういう形の金融統制を日銀がこの、 財務省が2001年に解体されて日銀がね、日銀法で独立をしてから、怒ってしまったと。日本経済をコントロールしてるのは日銀になっちゃったと。いうことですよ。で、えぇ、ー、布まあ、なぜ不況を止めなかったのかっていうと、日本のその、まあ、統治の体制を変えるためですよね。システム、金融システムから日本のこの支配構造を変えるために、 わざわざ人為的に信用創造量を減らして、すべてが銀行の参加になるように組み替えたってことですね。で、大蔵者に対してはその外為介入をやって、円安に誘導するっていうか、や,や、ってるふりですよ。そんなことでは何にもわかんないんだけど、大蔵者はそのこと、からくりに気づいてないと、信用創造しなければ、円安にならないってことがわかってなかったんで、 もう、えいや、やることなすこと失敗して、その責任だけが、僕ら史の解体につながったってことですね。ということになるんですよ。ということで、んなことを喋ってるのが陰謀論みたいになっちゃうんですけども、ええー、そういうことがあったってことですね。まあ、今も続いてると。あの、まあ、今なんて言うんだろう、今、その、 じゃあ、日銀は何のために,に、まあ、日銀も下請けなわけですよ。FRB の下請けで、その FRB の下請けの日銀によって、日本の権力構造が再編成された信用創造量を、あの、操ることでね。まあ、少なくとも、まあ、自民党を支えてるような保守勢力っていうのは実体何なのかっていうのは、 私がその昭和の時代、80年代とはまあ小学生でしたけども、平成の初めぐらいからだんだんおかしくなってきたと、とりわけ2000年ぐらいからね、小泉政権、森喜朗政権、小泉政権から、明らかに日本の政治が別のフェーズになったわけですよ。何が起こったかっていうと、まあ金融ビッグバンドがあったわけですけども、一番は日銀を中心としたその信用創造、の金融政策っていうものが、日本の統治機構をすべて変えたってことですね。 あえて、まあ、それをもって新自由主義だって言ってるんだけど、まあ、中身としては別にフリードマンの言ってる新自由主義と関係ないんですけどね。で、とにかく日本の隅々まで、まあ、銀行支配ですよね。まあ、あと、外資。規制緩和による外資による、えー、金,の金の流れで、あの統制されるようになったと。それがさらに強まったアベノミクスですよ。アベノミクスって異次元金融緩和の作り出したチープマネーっていうのは、 あの、庶民には行かないんですよ。もうその、支配者階級の中にチープマネーが回って、自分たちの中で金を回して <laughs>、ピンハネ中抜きキックバックをやり続けて、それだけで権力を維持してたっていう、お金の流れの仕組みを、2000年ぐらいに作ったってことですね。じゃあ誰が作ったのかっていうのは、それはまあ、世界的なその金融システムがそうだったってことです。 まあ、多分中国とかロシアっていうのはそういう金融システムの中入ってないんで今それはにあのアメリカとね中国ロシアを揉めてるのっていうのは根本的に経済上のも問題ですよねええー、まあ基軸通貨ドルでもう決済したくないロシアとかあの中国今ね中国とロシアもルーブルと人民元だけで決済して貿易してるんですけどもす,するって言い出したんですけども日本はもう強くその アメリカの90年代後、景気回復し始めたアメリカの金融システムの中に組み込まれて、まあ、さらに規制緩和も強いられ、日本の銀行が信用創造しながら、中小企業をみんなあの系列会社、子会社にして、ということをやって、まあ、トヨタとかダイハツ、今、ダイハツが揉めてますよね。まあ、結局、自動車業界もほらトヨタ一強みたいな、ダイハツもね、結局ト、トヨタの子会社みたいになって、スズキもそうですけども。 でどん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 再編されて、ええー、いって、なんかその、ここ20年ぐらいで起こったことは、まあ、なんだ、河川状態というか、新たな財閥っていうかね、日銀を中心とした信用創造のやってる人たちだけで、の中でこう、権力が維持されていくっていう、およそ権力の移動もない、デモクラシー的な政権交代もないわけですから、まあ民主党と交代して失敗したのはありましたけども、で、 えー、そういうシステムを日本中隅々に作って、<laughs> その中に <laughs> まあ結局ジャニーズ問題も吉本問題も入ってるわけですよ。もう肥大化したお金、チープマネーをもらって肥大化した業界最大手みたいなのが何のマスコミの批判も受けず自分たちのブラックボックスの中で、えー、何かやってたと芸,芸能もそうじゃないですか。もうゴリ押しじゃないですか。そのジャニーズとか吉本とか。 実力以上に力を持ってメディアを牛耳ってきたと。いうのは、のが <laughs>、あったんだと思いますよ。で、そういうのが、まあ、そう、ダイハツの問題もそうだし、すべてがチープマネー、信用創造を一部の人たちで、創造されたものをピンハネ、長抜き、キックバックスして、それを購買力にして、購買力が権力ですから、えー、 パパーーチェイシングパワーは権力ですよ、ねまあ、国家に権力があ通貨発行権があるからですよ。パーチェイシングパワーをあの独占できる力が国家にはあるわけですよね。だけど、その国家が持ってた、イコール大蔵省、今の財務省が持ってた購買力、まあ、ありますよ、一応、徴税して税金予算組んで税金配るっていう形の権力とは、まあ、別,別個の信用創造料を扱う部分の権力があるわけですよ。 でこれについて何も言わない経済学者なんていうのはまあ、ポジショントークしてるだけでとんでもねえなって私は思いますけども、ええー、まあそういう人たちもまあ、これでいなくなっていくっていうか、まあボロ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 いなくなっていくんでしょう。退場していくわけですから。えー、そういう潮目に入ってんじゃねえかなと私は思ってんですけども、まあそれを言ってしまうところで単なる、お前陰謀論だろそれって言われちゃうんですけどね。ということでした。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。 以上です。